ブトロス・ブトロスガーリは、エジプトの外交官、政治家、国際法学者である。1992年から1996年月まで、第6代国連事務総長を務め、ユーゴスラビア崩壊やルワンダ虐殺など、いくつかの世界的な危機が重なった時期に、国連を監督した。その後、1997年11月から2002年末まで、 フランコフォニー国際機関の初代事務総長を務めた。事務総長在任当時の報道等では、ブトロス狩りと表記されることが多かった。ブトロスとは、ラテン語のペトルスやフランス語のピエール、英語のピーターと同一の語源を持つ名前で、首都ペトロに由来する。1922年11月14日、エジプト王国のカイロで、コプト正教会信徒の家庭に生まれた。 父方の祖父のブトロスガーリーは、イギリス統治下のムハンマドアリー長期に首相を務めたが、ナショナリストに暗殺された。母方の祖父に、著名な公務員であり、歴史家でもあったミハイル・シャルビムがいる。1946年にカイロ大学を卒業した。1949年に、パリ大学法学部で、国際法の PHD を、パリ政治学院で、 国際関係学のディプロマを取得した。1949年から1979年にかけてカイロ大学の国際法、国際関係学の教授を務めた。1975年には政治戦略学センターの代表。1980年にはアフリカ政治学会の会長に就任した。1954年から1955年まで、 フルブライト研究員としてコロンビア大学に留学し、1963年から1964年までハーグ国際法アカデミーの研究センター長、1967年から1968年までパリ大学法学部客員教授を務めた。1986年にはスウェーデンのウプサラ大学法学部から名誉博士号を授与された。 ストラスブールの欧州評議会において、ブトロスガーリとモーシェダ・ヤンブトロスガーリの政治的キャリアは、アンワルアイコールサーの大統領時代に発展した。1974年から1977年まで、アラブ社会主義連合中央委員会の委員を務めた。1977年に、外務担当国務大臣代行に任ぜられ、イスラエルとの和平合意に尽力した。 サーダーと暗殺後も、ホスニーム・ムバーラクのもとで1991年まで、勤めた。1989年、ムバーラクに随行して、日本の昭和天皇の体操の礼に参列している。ブトロスガーリ、ジミー・カーター米大統領、アンワル・サダと、サイラス・バンス米国務長官調査ジャーナリストのリンダ・メルバーンによると、ブトロスガーリは、外務大臣だった1990年に、 ルワンダ政府への2600万ドルの武器売却を秘密裏に承認していたという。この武器は、付族政権がその後の大虐殺のために公然と長期的に準備していたものの一部として備蓄されていた。その4年後にルワンダ虐殺が起きた時、ブトロスガーリは国連事務総長を務めていた。ブトロスガーリは、 ハビエル・ペレスでクエ・ヤルの人気満了に伴う1991年の国際連合事務総長の選出に立候補した。第1回、第2回投票では、ジンバブレのバーナード・チゼロと同票、第3回投票では1票差で勝ち、第4回投票では1票差で負けていた。アメリカが有力候補2人を排除しようとしているのではないかという懸念から、 いくつかの国が地ゼロへの支持を撤回して、ブトロスガーリの支持に回ったため、第5回投票では、ブトロスガーリが圧勝した。これにより、アフリカ大陸出身者では、初の国連事務総長となった。就任時点での年齢69歳と1ヶ月は、歴代の国際連合事務総長の中で最高齢の記録である。ブトロスガーリ、クラウス・シュワブ、 フラビオコッティ・ブトロスガーリの国連事務総長としての評価は未だに議論の的となっている。1992年、ブトロスガーリは国連の紛争対応策を提案する平和への課題を提唱した。ブトロスガーリはこの中で国連が民主主義の促進に積極的に取り組むこと、国連が危機を回避するための予防外交を行うこと、 国連の平和維持の役割を拡大することという3つの目標を設定した。その目標はアメリカのジョージ・ H.W. ブッシュ大統領と一致するものであったが、アメリカは1992年のソマリア内戦、1994年のルワンダ虐殺に国連を深く関与させようしたことで国連との衝突が繰り返された。ガーリが主張した。 PKO 改革の大きな柱であった平和共生部隊はソマリア内戦への介入で予想以上の損害を出しアメリカ軍をはじめとした平和共生部隊を構成する部隊の多くが撤退ソマリア内戦は一層の泥沼化を見せてガーリの平和共生部隊構想は失敗に終わったウトロスガーリは100万人以上の死者を出したとされる1994年の ルワンダ虐殺の際に国連が行動を起こさなかったことで批判され、また継続中のアンゴラ内戦への介入についても国連内の支持を集めることができなかった。また、ユーゴスラビア崩壊のユーゴスラビア紛争への対応は最も困難な課題の一つだった。ボスニアでは国連平和維持軍が機能せず、1995年12月に NATO が介入せざるを得なくなった。 ブトロスガーリの評判は国連の有効性や国連におけるアメリカの役割をめぐる大きな論争に巻き込まれていった。1期目の任期が満了する1996年、ブトロスガーリは2期目の再選に立候補したが、アメリカは彼の失脚を狙っていた。アメリカのマデリーン・オルブライト大使は、ブトロスガーリに辞任を求め、新しい財団をジュネーブに設立することを提案した。 他の西側諸国の外交官は、この申し出をおかしな話だと言った。しかし、アメリカの外交圧力は効果がなく、他のアンポリ理事国は、ウトロスーりを支持する姿勢を崩さなかった。アンポリでは15票中14票を獲得したが、アメリカが拒否権を行使した。その後、4回の会合を経ても、こ着状態から脱却できず、フランスは、 ブトロスガーリを2年の短期任期で任命するという妥協案を提示したが、アメリカはこれも拒否した。最終的に、ブトロスガーリは立候補を断念し、拒否権によって2期目の就任を拒否された、史上唯一の事務総長となった。この判断には、圧倒的多数の理事国が、ブトロスガーリを選出していたにもかかわらず、アメリカ国の反対で押し切られたとして、国際社会から、 大きな批判がアメリカに集中した。一方で人員削減、給与カットなどに終始し、国連の業務に支障が出るなど、改革が必ずしもいい方向に行かなかったためにアメリカは分担金の支払いを拒否しており、この退任は妥当であるという評価もある。学者であるがゆえに、国連政策の理論を構築したが、実務面では非常に評価が低いという見方も存在する。 国連改革及びブトロスガーリの公認は、国連事務局に長年務めていたコフィーアナンに引き継がれることになる。ブトロスガーリとナーエラ長判1997年11月、ハノイにおいて開催された第7回フランコフォニーサミットにおいて、新設の事務総長に選出され、翌1998年から2002年まで務めた。2003年から2006年まで、 発展途上国の政府間研究機関であるサウスセンターの理事長を務めた。ブトロスガーリはエジプトの国家人権協議会の設立に重要な役割を果たし2012年まで同評議会の会長を務めた。2007年には国際連合議会会議設立キャンペーンを支援し同キャンペーンのアピール文に最初に署名した。キャンペーンへのメッセージの中で グローバルレベルでの市民の民主的参加を確立する必要性を強調した。2009年から2015年まで、白ク財団が毎年授与している紛争予防省の審査員を務めた。2006年、イスラエル元首相、シモン・ペレスと協調を出版した。2007年1月、イトコが役員を務める石油会社がイラクの復興事業に絡み、 国連事務次長だったベノンセバンにリベートを送っていたことが判明した。2016年2月16日、カイロ市内の病院で93歳で死去した。軍曹が行われ、コプト総主教タワドロス2世が祈りを捧げた。遺体はカイロのアバシシアにあるペトリン教会に埋葬された。妻のレアマリアナドラーはアレキサンドリアのユダヤ系エジプト人の家庭で育ち、若い頃に カトリックに改修した。法日時には必ず、統合神社に参拝していた。神社に祀られている、統合平八郎について、小さい頃、ものすごく励まされた、心を解放されたと言っている。ありがとうございます。